今日はね、ずっとやってみたかったゲーム、レインズっていうゲームをやりたいと思います。まあ、簡単に言うと、まあ、主人公は王様になって、国をまあ、長生きさせるっていうゲームなんですけど、ここのアイコンになんか4つのアイコンがあるじゃないですか。だからまあ4つの勢力というか、まあ、4つのまあ、事柄が分かれてて、その4つのバランスをすごくうまく、保ちながら、国を存続させることの判断をし続けるゲームです。まあ2択とかを選び続けて、長生きさせるっていうゲームなんだけど、まあそれ以外は全然知らないんですけども、まあ判断はね、任せろって感じです。このゲーム実況人生にも、まあ、いろんな判断の、する箇所みたいなのがあってきたと思いますけども、まあ、間違った判断は多分してないんじゃないかなと。なんだかんだ言って正解を選び続けたからまだ、活動を続けていれるのかなとか、そう思っていますので、その判断力を生かして、ハリーっていう国なのかな、俺がハリーなのかな、この王様。603。よくわからんけど、ネクスト行きましょう。5年以上統治するって書いてあるな。5年生きればいいってことなのかな。お前が若き王か。もう若くはそんなにないけど、亡者が言ってんの？これを、いいえ。俺がこう、クリックでこうやって、はいといいえを選ぶだけですね。でもこれ、ハリーって書いてあるから、俺、ポッターなんですね。はい。はいにしとこ。では、我より多いを剥奪？いや。まあ、奪い取って、我をこの地下牢に閉じ込め、永久に出られぬようにしたのはお前だな。いえいえ、違います。そんな大それたこと私できませんから。何の話をしているやら。そうだ。よく乗ったな。その嘘は、取り返しのつかないことになりそうだけど、知らんよ。お前はもともと王様だったのか？違う。いずれにせよ、今後はお前が全てを取り仕切っていくのだ。せいぜい力を尽くすがよい。どいつもこいつもイカれた連中ばかりだからな。もう何の話をしてるんだ。お前はもう亡き者なのに、死んだんだよな、とりあえず。死んで閉じ込められてるってことなんだな。何の話だ？誰の話だ？いや、もう本当に、何の話なの？イカれた連中ばかりだからな。誰がイカれてんの？もう誰の話？長生きしたくば、4つの勢力の均衡を保ち、うまくやりくりせよ。これか。まあ、言えばお金的な勢力、商人とかかな。で、兵士の勢力、市民の勢力、まあ、宗教の勢力とかそういうことなのかな。はい。よくわからんけど、はい言いました。亡霊は王をまじまじと見つめ、姿を消した。王は謁見の間に入っていった。これはまあ、どれでもいいのかな。あ、どうした？かわいい鳥ちゃん来たけど。文にはこう記されている。国家長を信じるな。奴のもたらす知らせは全て偽り。なんだこの国家長ってのは。黒い歌の鳥。お前めっちゃ白いけど。こいつが言ってるだけ？こいつがなんか信じるなみたいな。なぜに。何言ってんだ。俺まだ1年なんだよな、ザエ。お前は何を言ってるんだ。来た！なんか別の鳥来た。厄運の鳥。文にはこう記されている。ピアウは悪人どもの操り人形。悲しきかな。ピアウってさっきのやつだよな。何も分かってない俺。なんか喧嘩してる。白い鳥と黒い鳥が喧嘩してる。喧嘩やめて。俺のために喧嘩をやめて。この小悪鳥め、小悪鳥め、お前の羽を一本ずつむしり取ってやる。面白い。生白い鳩ごときにそんなことできんのか。やめい。俺はやめぬか。なんかよくわからんけど、俺の部下なのか、どっちも。やめるか！鳥同士、鳩同士争うのやめろ！2羽の鳥が同時に王を見た。王がそこにいることにようやく気づいたようだ。俺存在感ゼロ。有欲の黒き悪魔よ。お前には感謝しなくてはな。これで陛下に真実を知っていただける。そう言って鳥は王を見た。このピアウってやつと、真実は知りたい。ピアウってやつと、その厄運の鳥は、俺のなんか部下なのかなで、仲悪いのかな。来る日も来る日も労を惜しまず、私は意義深い助言を文にしたためました。でも無駄でした。無駄だったの？そう、文を書いていたのはこの私です、陛下。鳩の姿で直接助言しても、聞く耳を持っていただけなかったでしょ。なんか文章を書いて俺は読んでいたってことか。いや、俺鳩大好きだから、そんなことないよ。鳩の姿でもちゃんと見るよ。この鳥に耳を貸してはならない。そもそもそやつは城の巣箱の生まれではない。確たる証拠もある。お前ら何の話をしてるんだ。ちょっと教えて。いえ、その鳥の言うことは全て混乱をもたらすためのデタラメです。陛下、どちらの鳥をこの城に残すかお選びください。そなたを選ぼう。もう1話の方を選ぼう。まあ私はあなたのなんかこのピアウが可愛いと思ってるので、そなたを選びます。最低を白か黒か判断する。あれもなんかよくわからんけど、1年目はなんとかなったのかな。左上が在位2年になってる。隣国に大使館を建設してはいかがでしょう。戦を防げると存じますか。ヘンリー・ファリンゴン。いいヒゲしてますね。はい、いいえ。まあ、こういった判断をするのか。で、上のこのバランスを保たなければまずいってことなんですよね。まあ、大使館作ることはいいんじゃない。仲良しようや。はい。おう、バランスはお金が減ったのかな。雫川がまた干上がってしまいました。どうかダムを建設してください。いいだろう。ああ、お金がやばい、お金が。お金がやばいですね。ダムを建設すれば、バイキングは川を移動できなくなります。本当によろしいですか。バイキングって海賊だよな。いいよ。はい。陛下の、千代の繁栄を、記念し、祈りを捧げましょう。リグズバーク大司教。この人ですよね。まあ別に祈り捧げてもらう分にはいいんじゃない。そっか。これが上がるってことか。なんか、この上の均衡のとこに、おっきい丸とちっちゃい丸あるじゃないですか。お金も上がる。で、下がんのかい。おっきい丸は上がる。ちっちゃい丸は下がるか。大地震で王都に甚大な被害が出ています。この衛兵にご指示を。略奪行為を取り締まれ。ほうほう。どっちにしてもお金減りそうだな、これ。支援者を救助しろ。取り締まっ、あー、お金なくなるよ、これ。大丈夫かな。取り締まる。あ、お金増える。いや、これ丸はなんだ、ちょっとわかんないな。でも5年俺は、とりあえず統治することはできたってことですね。うん、5年ってまあまあですからね。戦国時代だとすぐこんな切り替わっちゃうから。バシリカの塔が倒壊しかかっております。修理にご協力を。ここ教会だよな、お前。リグズバーグ大司教。無理。お金ないから。修道女たちが猫のような声を上げて騒ぎ始めました。異常な行動は村人にまで伝染しているようです。さっきのやつが滅んだの無視したからなんか嫌なイベントが起きたってことか。捨ておけ。お金減らないのか別に。まあこれはこれでいいかな。うん、まあとりあえず均衡を保てればいいから。王は軍を派遣し、猫のようにわめく修道女たちを鎮めた。教会は大いに恥をかいたが、謝意を表した。まあでもこれはいいことなのか。よかったよかった。8年。商人たちが新たなギルドを結成し、代表者を城に派遣したいと申しております。新たなギルドを派遣し。はい。これいいんじゃないの？他下がっちゃうってことこれ。このちっちゃい丸が何を表すかがよくわからん。どっちに影響力ってだけなのかな。丸は大きな影響は あります、ちっちゃい丸は小さな影響があります。ただどっちが上がるかっていうのはこの文章で判断しろってことなのかもしれない。うん、商人のギルドをさ言えば家にしたら絶対下がるもんな、普通に考えたら。はい、やっぱそうだ。お金は増えるけど他下がるって感じだ。この市民についてちょっと良くないな今。あら、軽口の外ブロシ。これはちょっといらんことしそうだな。陛下のために歌ってもいい？愚者と陛下って歌さ。嫌なこと言うな。はい、特に影響力がないな。昔々哀れな愚者が一人寂しく歌ってた。さあさあみんな聞いとくれ、悲しい悲しいこの歌を。続けようピエロよ。愚者は獣を飼っていた。陛下という名の醜い獣を。続けよ。だけど陛下は綺麗好き。とっても可愛い子でいつでも尻尾をフリフリフリ。ありがとう。お、なんかよくわからんけどうまくいった。上がった。陛下、隣国の若い王女とご結婚なさいますか。在位10年でとうとう結婚が来ましたか。これは結婚したらちょっとずついい影響出るんじゃない？やっぱね、国のトップというか偉い人が結婚したらちょっとお祭りみたいな。やっぱそうだよな。めっちゃうまいくいってんじゃない？俺100年ぐらいいったらどうしよう。ちょっとした60セカンズみたいな感じだよな。ハリー若輩王に今なってますね。あ、また雫川が氾濫したの？すぐ氾濫すんじゃん。まあ、これは手を貸すしかないよね。下がった下がった。でも市民は上がったのか。ゼノン氏、ここだけの話ですが、ある修道士が別の修道士に噛みつき、その修道士がまた別の修道士に噛みつき、もはや手に負えません。それは人狼だな。あ、そういう世界観なのか。人狼だな。ああ、人狼いた。人狼、まさか極度の運動不足が原因です。ウルファ、お前誰だよ。あーあーっていう癖あんな。陛下、陛下、どうしてそんなことをなさるのです。誰なんだよ。あれは本心ではない。黙れ。あれは本心ではない。陛下、新たな教会を建設すべきです。いや、お金ないから無理無理。これ以上必要なかろう。下がるけどまだ下がっていい。教会は上がる可能性が高いから。私は商人ギルドの長を務めるファリンゴン親方と申します。親方、これはほんの気持ちです。お納めください。いいだろう。もらいます。あ、ヘンリー・ファンリンゴン。西部の王が我が国の所領の一部を買いたいと申してます。国のな、日本もな、なんか海外に土地買われてどうのこうのみたいなのありますもんね。あんま詳しくは知らないけど。これは多分、お金は潤うけど、市民のやつは大幅に下がるってことだよな。いいだろう。こっから市民大事にしよう。鉱山で金が見つかりました。さらに深く掘ってみますか。はい。ああ、民を使って掘ってるってことか。王都でコレラが猛威を振るっています。こういった時のために俺はお金を使うのよ。病人たちを手当てしよう。ああ、ダメダメ。手当てせよ。手当てしたのに下がった。辺境の村では陛下に仕える者には、唾を吐けと子供に教えているようです。いや、ダメダメ。いいえ。オッケー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 。そういう人もいるっていうね、懐の深い王でありたい。ちょっとずつ低いな。村人たちが天より現れし者に襲われたと主張しています。おそらく税を逃れるための口実でしょう。はい。主張を信じよう。お金は減るけど。よし !20 年いいんじゃないの？老王。若輩王から老王になりました。チュンチュンチュン。お前今までどこ行っとってん ?20 年間。おらんかったやろ。ありがとう。ありがとうじゃないの。亡きお父上を忍ぶミサを行いましょう。教会か。お金がな。まあでも怒っちゃうか。いや、お金ない。鉱山で十分な鉄鉱石が取れず、兵器の生産が追いつきません。これ、ここだよな。陛下、国外から兵器を買い付ける許可を。ダメです。下がっていく。お前。城の兵士たちは、教会の司祭や信徒たちを、妨げ、身の安全を保証してほしければ金を出せと脅しています。すぐにやめさせてください。兵士たちが暴れてんのか。でもこれ大幅に2個下がるな。やばい、お金がない。嘘だ。我々は教会が納めるべき税金を徴収してるだけです。陛下は教会に甘すぎます。さようであったか。終わるよ。あ、俺の妃いたんだね。結婚したもんね。陛下、2人でお尻の窓から手を振りましょう。民は私たちの仲つつましい姿を見たがっています。おおよ。いやー、やっぱ姫はなんかちょっとプラスになることするな。王都で爆発が起きました。詳しいことが分かりませんが、大女とって城の門を閉鎖しますか。閉鎖はしない。いやー、した方がよかった。教会の権威が弱まり、もはや民の暴動を抑えることができません。これゼロになったからダメってことかな。何？あー、終わった。王は逃亡を試みたが、途中で異教の暴徒に襲われ命を落とした。異教だから、このメインの宗教が弱くなったから、別の宗教、まあストライキみたいな革命みたいなのが起きて王は死んだってことか。27年で私は死んでしまったってことだ。なるほど。まあゲームシステムはちょっと分かりましたね。元王が崩御。ハリーでも頑張ったよ。27年。功績。これ目標みたいなのがあんのか。すごいな、これ。めちゃくちゃいっぱいあることがわかります。歴代王の最後。結末ですね。エンディング回収だ。教会の、新たな教会で死んだってことだ。ポートレードギャラリー。見た人たちってことかな。子供とか出てきたりもするのかな多分。はいはいはい。ハイスコア。発見したカード。46。国政に影響を及ぼす呪い。魔法。特殊行事は発生していません。なんかそういうのが発生したりもするってことか。そう、次。新王が即位。ジョージ頑張ろうぜ、ところ。決闘で勝利する。何これ、医師を雇う。悪魔と出会う。何ですかこれ。これ何、目標みたいなこと。次の。はい。なんかさっきと違うな。ははは、からかっただけだ。わかっている。何年か前に同じやりとりしたな。それが我々にかけられた呪いなのだ。なんかストーリーがあるぞ。これ27年前のことでしょう。よくわからぬ。我々はこの王朝の全ての王の記憶を持ち続ける。はい、じゃあ、前回のポッター王のこともしてるってことか。今回の王はところですけども。歴代の王たちがどんな決断を下し、どんな最後を迎えたか全てな。なんでそんなことしてるんだ。聞くところによると、呪われた王たちの記憶から解放されたければ、悪魔の力を借りるしかないというが、そもそも悪魔だと存在すると思うか。これですよね、悪魔と出会う。なんか黒色の鳥悪魔じゃねってちょっと思うけど、存在する。おう、そうかもしれぬな。いつか我々も悪魔と対峙する時が来るかもしれぬ。ちょっと王様ランキングっていうゲームとなんか設定がちょっと似通ってるとこがあるな。はい。ゆっくりと遠ざかっていった。あら、知らんやつだ。アデアール執行官にご注意です。あの男は怠け者の詐欺師です。お前だろ、怠け者の詐欺師は。どう見ても詐欺師じゃん。上がった上がった。いいね。どっち曲がるのは最高だからね。でも、なんか全然知らん奴らばっか出てくるな、2年目。レックスは王についてきてほしいようだ。よしよし、わかったぞ。遊びましょう。空取ってこい。もう一度か？もう一度か？もう一度か？ワンワン、もういいんじゃないか？もうやめだ。森に入ろうとしてる。どうした？いい子にしなさい。レックスは鮮やかな橙色したキノコの前で立ち止まった。パクッ。なんか能力がそんなことあんだ。おもろいねこれ。特殊能力とかあんだ。毎年効果が発生。第6巻。今後は自らの決断が国に及ぼす影響を正確に予見できるだろう。これは祝福か、それとも呪いだろうか。すごない？ちょっとポイ50、55。なんかこの数字が見えるようになったってことかな。お前なんか、ペテン師とか言われてましたよ。古くから修道院で生産してきた商人を、商人ギルドが売り始めました。彼らに規制をかけてください。ハテナ。プラスがわかる。ハテナ、たまにわかるってことかな。規制をかけない。下がったね。こっちはマイナス20。すごい！これめちゃくちゃいい能力だ！第6巻神がかってる！将軍ですね。ということはここだ。陛下、不測の事態に備え、さらなる、徴兵を行うべきです。お金なぁ。そうね。でお金が一番なくなりやすい気がするのよ。南の王国には若い王女がおり、彼らは陛下とこの王女の婚約を主張しております。却下すれば戦になりかねません。結婚しましょうか。若い王女、いいじゃないですか。ファリンゴン親方、商売だな。今んとこ全体的にいいよ。王との金細工師たちが商売を円滑に行うために商業協定を結びました。あとは陛下に承認をいただくだけです。いいんじゃないこれ。悪いことあるかな。ちょっと下がるな。いやー、この第6巻最高。ウルファ。お前、何なんだ、お前。何お前、何なの。運動不足でこうなったって言ってたけど。港のそばに、小粋な酒場を開きました。陛下、資金を援助していただけますか。お前に直々に援助するってことあんのか。いい家にしたらさ、教会が、上がるだけなんだけど。人狼ってことか。教会にアダをなすものが人狼なのか。ダメ。この能力があればめっちゃ生きれるかも。科学博物館を設立して、この世に存在する全ての生物を集めましょう。私も空いた時間に手伝います。アデマール執行官。お前なんだお前、めちゃくちゃ危なそうだぞお前。はい、まあ民が喜ぶからまあいいんじゃない。バランスを取ろう。陛下、西部の王が王都に下り、陛下へのお目通りを希望しております。いいんじゃない。それはそれは。あなたか、ウィリアム公。盛大な宿会を開いてもてなしましょう。ああ、まあここがでもここめっちゃ高いもんね今。いいんじゃない。国の民は喜ぶと。いいえ陛下、西の王をもてなすなら狩りの方が断然喜ばれます。ああ、鷹狩りみたいな。うん、いいえなあ、これでいいじゃない。5マイナス5ぐらいで済むなら。なりません。外交戦略上、ここは上品な晩餐会にすべきです。喧嘩すんなよ、仲よせえや。よかろう。めっちゃ仲悪いじゃん。ウィリアム公は市民寄りな人なのかな。で、ポロン将軍はあれですね、この人ですね。いつもポロンしてるんでしょうね、この人。ウィリアム公のようなひ弱な俗物の意見など聞くに値しません。ここは絶対狩りにすべきです。よかろう。喧嘩すんな、喧嘩すんな。なりません。外交戦略上、ここは上品な晩餐会にすべきです。晩餐会にすべきです。よかろう。ウィリアム公ね、よかろう。無駄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 。あ、いいじゃん。では両方やるとしよう。いいじゃん、それ考え。あー、一気に知る。国王たちが歓迎会の準備に気を取られている隙に、西部の王は王国領内に侵入した。国王は王座を追われ流刑に処された。めちゃくちゃ調子よかったのに一撃死刑用があるってこと。ジョージ、ところジョージ、なぜバズ・ライトイヤーってことはこの人は正解を言ってたんだ。だからあんなものすごいさ、いいだろう、いいだろう、いいだろうみたいなことに、このなんかいたちごっこみたいになるってことは何か重要な選択だったってことだ。そして一番初め、ペテン師だみたいなこと言われてたじゃん。こっちの方のさ。じゃあそれが正解だったんだ。はあ、早かった。9年でジョージは終わってしまった。でもしかし、新たな最後が見れたってのは楽しい。うんうん。ハリーロー、ジョージはジョージ。めっちゃ結末あんな。いや、このゲーム面白いかもしれん。いいですね。皆さんよくわかる通り、俺の好みですね。もっと早くやっときゃよかった。このゲーム自体はね、1年以上前に買ったんだけど、次は誰？あれ？ハリー？ポッター帰ってきた！ポッターどうした？秘密の部屋か、今度は。賢者の石終わったのか。決闘で勝利する。ここは変わってないな。医師を雇うっていうのはどういうことだ。あれ？またあなただ。鳥は、文を加えてきたようだ。くちばしに何もない。下調べよう、王座の下。ゴミが山ほど出てきたか、文は見つからなかった。ああ、ダメだったのかな。これは重要な知らせに違いない。国境に兵を派遣しましょう。あの鳥が、来たってことだよな。あー、能力がない。能力欲しい。あの能力超強かったな。しょうもない一撃で死んじゃったな。東部の諸部族が再び争いを始めました。こうしてる間にも難民が我が国になだれ込んできます。難民なぁ、多分これ兵士めっちゃ下がってお金もちょい下がる。お金めっちゃ下がるよな。みんな嫌なのかな。みんな、あ、お金増えんだ、難民受け入れたら。働き手が増えるってことかな。親方、商人のトップですよね、これ。民が思惑買い、私枠買いをしているせいで、鶏肉の価格が高騰しております。もう鳥がいなくなるんじゃないかっつって買っちゃってるってことかな。価格規制に乗り出す旨、お触れを出していただきたい。はい。いいよ、増えてる増えてる。鶏肉の価格に規制をかけると王が警告したおかげで市場の混乱を回避された。当然実際には規制など行われなかった。いいんじゃないこれ。いい判断したね、ハリー・ポッター2年生。疫病の疑いにより一隻の船が検疫を受けています。大事をとって港を封鎖しますか。お金あるからこれは民のために一度封鎖しましょう。兵士が低いな。兵の給料が安すぎる上に支払いも滞りがちです。叱るべき金額を期日までお払いください。了解です。トゥティポロティティ。うん、今バランスいい。トゥティ。こいつだっけ？前回俺をはめやがったやつ。違ったっけ？もうあ、待って！陛下、腕のいい死が、老いの命を救ってくれました。あの男は魔術にも上がるようです。お会いになりますか？これ、医師を雇うってやつじゃない？通せ！もう雇ったのか。アルノード・ビルヌーブ医師。え？横島な5つ。なんか新たなカード、手に入れたぞ、これ。私は医術に通じており、錬金術と毒薬の知識も持ち合わせてございます。命を救うだけでなく、必要とあれば死をもたらすことも可能であります。暗殺とか、やばいやつになるってことか。歓迎しよう。教会が嫌がってんな。南の王国には若い王女があり、彼らは陛下とこの王女の婚約を主張しております。まあ、決闘とかあるけど。まあ、これはいいことなのかなあ。今日は陛下の20歳の誕生日。13歳でも王様になったんだな。レディ・シャルロット。私と一緒にお祝いしましょう。はーい。今のレディ・シャルロットって嫁さんかな。ビビアン・キサキ。おう、スー。民と兵士たちに人気がございます。王妃様にさらなる権限をお認めになるべきかと。いいでしょう。悪魔じゃないだろうな。はい。やる。陛下、イノシシでも借りに参りましょうか。大丈夫かお前。お前前やってくれたもんな。行かない。牢から大勢の囚人が脱走しました。捜索代を出してください。これが下がるな、きっと。でもいいんじゃないこれはさすがに。お、医師。かの有名な鉛を黄金に変える実験に着手したいのですが、資金をご援助いただけますか？大丈夫かこいつ。錬金術をしようとしてる。絶対ペテン師だろう。どっちも下がるな。でもし成功したらめっちゃ金増える可能性もある。勇敢なるゴッドフリート。毛量すごい。こいつ初めて会ったかも。当方の諸部族が好戦的な狩猟の下で勢力を盛り返しています。兵を派遣してください。はい。下がるけど、兵はちょっと高めだからいい。ゼノン氏。この人ね。酔った兵士たちが修道院を襲い、金目のものを奪っていきました。陛下、しかるべき制裁を。はい。違うな。ああ。馬上武芸大会を開きましょう。ビビアン妃。決闘かな、これ。はい。よけんだ。お金ないな。夜の王都は危険です。夜間の外出を禁じましょう。いいえ。ここは下がっていい。お金下がるのだけはやめなきゃ。我が軍の投石機がすべて何者かに破壊されました。探せ！やばいな、下がってきてる。国民に新たな境界税を課したのですが、当然、税収の一部は国庫にも入ります。いいだろう。いいね、ちょっと高めだからな、市民。頭部に束ねるドンが陛下との謁見を希望しております。あの者に攻め込まれれば我が軍はひとたまりもないでしょう。ここは一国の王同然に、歓迎すべきかと。なるほど。めちゃくちゃ悪い奴が、もう王様みたいな扱いをしろって言ってるってことか。決闘があるかもしれんから、はいしてみようか。こいつか。ラクーン。違うわ。クラーン。もう、武田景色クラーン。ブラゴー、ヒリム、ザボ、グリグロ、ダルボ、ザンク。そう言って男はおもむろにこちらを脅すような手ぶりをした。ああ。私が強くいたしましょう。この者が申すには、お前通訳できるって、お前もあっち側じゃねえだろうな。陛下の国は美しい。陛下を抱きしめてスリスリしたいとのことでございます。おお、そうか。ラガドロ、ラガドロ。男は悲しげな表情でうつむいた。ガバロ。慰めよう。何言ってるかちょっと聞こうか。この者が申すには、陛下は死んだような目をしていてお気の毒だと。いや、陛下の馬が死んでお気の毒だ。解釈が難しいところでございます。どっちのことだみたいな。あ、怒らなくていいよ。そなたは通訳失敗だ。失格だ。信用していただきたいのなら、陛下がお一人で対応なさればよろしいかと。私は下がっても。え？下がらないで。うん。笑ってる。はははははは。その反応はどういうわけか、野人の男を大いに喜ばせた。うん、よかった。なんかよくわからないけどよかった。イゴロ、ダル、ブレゾウ、ジャバレ。自分の顔を見せました。うん。しかめよ。うん。お前下がれ！さ、めっちゃ下がった。王は武田景色、ラックラーンと長時間にわたり意味不明な対話をし、最後は大いに笑って別れた。翌日、東部の野人たちは2人、ああなんでだなんでビビアン助けて。一部の民が暴徒化し魔女狩りを行っています。必要とあれば殺して構いませんか。はいまだ高めだからな。ここ危ない。民が暴徒化した原因はライ麦の食中毒ですな。備蓄食料を焼却処分しますか。はい。あ、でも下がるんだ。食料の備蓄がなくなった。この先数年は民が餓死するリスクが上がるだろう。まずいってことで、そういうイベントが起こりやすいってことかな。異国の商人が見たことのない農具を売っています。同じものをそっくり真似て作りましょう。はい。え、ダメなの？下がった。文にはこう記されている。南部の村が一夫多妻制を主張している。ほう。こっち派遣させる。あ、どっちが上がるかわかんねえ。第六感欲しい。能力欲しい。教会が国民に神の裁きを下す権限をいただきたい。教皇は叱るべき、対価を支払うべきと申しております。下がるけどこっち上がんのかな。うん。ダメ。よかった。あ、お金ない。あ、こいつか。あ、国はすっかり荒れ果て、商人と諸侯に乗っ取られてしまいました。何？商人にやられた。お金がなくなったから商人たちが怒ったのか。めっちゃ犬に食われてる。王は拷問の末に生き絶え、遺体は犬の餌にされた。王の名は侮辱の言葉となり、後世まで残った。23年だけど今までで一番厳しい感じになっちゃったな。ハリー、老王、剣王。あ、でも一番長く息はしたってことかな。何年だっけ。まあ、どっち、あ、そっか、2位ってことか。まあでも新しい詩を見れたというのは悪いことじゃないし。次だ、次。エドワード！いいんじゃない？この新たな目標みたいなのがどんどん出てくるんだな。魔女の越権を許す。エドワード！白ひげ頑張ってくれ。うん、白ひげみたいなやつが出てきたぞ。ニューゲート頑張ろう。陛下と北部の王女の結婚が成立すればこの戦は終わるでしょう。はい。あら、レックスいいじゃん、いいじゃん。なでる。うわあ、悪魔との会合。時は歪み、宙はうねり、再び奴が現れる。お前の口は開かない。それとも元より口なしか。何が起きてんの？良くないことが起きてそう。悪魔と出会ったんじゃないのこれ。お前が悪魔なのかリックスよ。第六巻のキノコを食わせてくれたじゃない。これ666年だから往年ってこと。ちっぽけな王よ、操り人形よ。どっちをしてもああ、教会下がっちゃう。言葉少なくめっちゃもう終わったなお前軽口のピエロ。ああ、多くの死を招いた愚王よ。ああ、ああ、何世紀もの昔お前は自らの魂と引き換えに永遠に損なわれることのない権力を手に入れた。何の話してんの。お前分かった。しかし幸いにもお前は永遠の命を望まなかった。はい。なんかみんな喋ってる。お前の死に様は実に愉快。何度飽きても飽きはしない。どれ選んでも同じかな。マックスだ。この状態で続けさせて。だがそれに輪をかけて愉快なのはこれからお前が取る選択だ。あー、下がった。さあ、行くがよい操り人間よ。666年の後に俺とお前は再び会うことになるだろう。え、666年後にまた何か起こるってこと。悪魔と出会ったよ。悪魔の能力新カード、巧妙な呪い、毎年効果が発生。次に王が「はい」と答えた相手は死ぬだろう。やばやばいって。めちゃくちゃな呪いかかってるよ。エドワード悪魔王、ニューゲートよ。ルーシー家は民と兵士たちに人気がございます。王妃様にさらなる権限をお認めになるべきかと。はいしたら死ぬのこいつ。でもこいつ嫌いだからな。はい、死んだ。その後しばらくして一体の死体が発見された。それは醜く膨れ上がりズタズタに引き裂かれていたという。やばいな。縛りプレイみたいになってるな。王都に学校を建設しましょう。民をん？敬語をするのです。はい。死んだのかな、あの人も。あ、あいつか。あやつの腕をもいでやってもよろしいでしょうか。はいじゃないもんね。はいじゃなかったらいいのか、これ。ガイブラシ。何？巨人とテニスをしたんだ。おいら負けちゃったけどね。なんだお前。軍に弁償するのだ。弁償しろ。国は30年ぶりの寒波に見舞われています。凶作のため蓄えもなく民は飢えています。まあ、世にどうしろというのだ。なんかちょっとあんまり良くなさそうな口調だな。エドワード悪魔を、やっぱ悪魔になってるから、あんま良くないのかな。今、民結構高いから、知らん。結構。子供たちが狼に襲われています。我々で退治してもよろしいでしょうか。マットってのは誰？余が退治してやろう。見事獲物を仕留めましたな。今夜は盛大に宴を開きましょう。はい。いいんじゃない？武器と戦術に関する新たな実験に着手したいのですが、ご援助いただきます。お前まだいいんだな、お前。いらない。ここ下がってもいいもんな。私はシスター・デルフィーヌ。新たに学校に、開校した学校の校長を務めております。どうか子供たちに学びの場のご援助。これはいいんじゃない？でもこの人死ぬんだよな。じゃあダメだ。陛下、剣の手合わせはいかがですかな？私が指南いたしますので、どちらに勝つか賭けをいたしましょう。いざ勝負！決闘じゃないこれ。は？それは診療所で習った体操？美しい看護師が手ほどきしてくれた。黒騎士という技だ。なんだこれ。下がったり上がったりかな。次は防御をします。何でもよいわ。次は攻撃技を使いますよ。下がる。おお、次は防御します。攻撃。色恋沙汰と戦は勝ちさえすればいいのです。その他例外だ。いやー、勝ったー。なんかよくわからんけど俺強い。陛下の勝ちです。いわゆるビギナーズラックですな。上達の誇示を伝授しますか。いや、でも俺のが強いからな。決闘で勝ったよね、俺。はい。決闘で勝ったぞー !2 個できた、今回。勝負の行方は陛下の選択にかかっております。攻撃技は一瞬の隙をつく豪快な技。防御技は敵の裏をかく巧妙な技です。なんかこういった決闘っていうシステムがあるんだな。続けよう。いや、いいよ。防御技を選択すると次のターンで必殺技を発動するチャンスが訪れます。防御はためなのかな。はいはいはい。そういう手遊びあったよね。小学校の時に流行った。敵の動きをよく観察すれば新たな技が取得できるし、よくわかった。ありがとう。昨晩、城内で怪しい物音がしました。巡回の兵士を増やすべきです。増やしましょう。セドリアン。民は喜ぶ。陛下、新たな市場を設けましょう。諸外国との交易が可能になりますよ。いいんじゃないでしょうか。教会は嫌がる。東部の諸部族が攻めてきます。徴兵しない限り我々に勝ち目がありません。いけ！民が嫌がる。徴兵したから軍は喜ぶのか。陛下、国庫が強盗に襲われました。厚かましい悪党どもの仕業です。それはそなたの仲間か。ウィリアム公は必死に否定したが、ついには口が割り、共犯者たちについて明かした。王は盗まれた国庫の金の半分を取り返した。あ、なんかよくわからんけど、あいつ犯人だったのか。悪魔王頑張ってるぞ、今回。最新の農耕技術のおかげで、今年は大豊作でした。余ったお金はどうしましょう。皆で分けよう。いいんじゃない？皆で分けよう。わあ、素晴らしい。素晴らしい王だよ、悪魔王。あ、決闘王になってる。遊戯王とかあんのかな。実験中にアルコールを効率よく蒸留する方法を発見しました。収益の一部は陛下にも渡します。はい。なんで他下がんの？お金高すぎるかな。ちょっとお金を使って民の信仰を上げたいな。南部で奇跡が確認されました。預言者の像が血の涙を流しているとのこと。本物と認定しましょう。はい。民嫌がってる。我が領民は毎週金曜日に集い、陛下の栄光を称える歌を歌っております。それは。あ、下がってる。どれが民上がるかわかんねえな。まあ、繰り返しプレイだよな、これきっと。民は陛下と、陛下の率いる兵士たちを恐れているのです。世は善人だぞ。あ、こいつ魔女だったのか。白魔術。おレックス、お前めっちゃ怖いやつだからな。あれもしかして、キノコ。キノコキノコ食べろ。やったー、第6巻ゼロって何これ。ゼロって何？あ、ゼロじゃないよね。これいけるぞ今回。西部と構想中の南部より協力の要請が入っております。我が軍を中立の監視軍として派遣しますか。無論南部からの謝礼金は期待できます。どうだろうな。いや、民を減らすわけにいかんからはいかな。でも今俺あれもあれはなくなったのか。知らないね。悪魔のやつはなくなったんだ。途中でなくなるとかあんなの。この国には富が有り余っています。高級食材を大量に仕入れて食い倒れのあれ100になったら逆に死とかある。うわー、おい、めっちゃうまくいってたのに100行き過ぎてもダメなのか。いや難しいな。世にはこのゲームは難しい。宴の最中に参加者の一人がアーチェリーゲームを始めた。それが不幸にも王に終焉をもたらした。自己死やめろ。いやでもなんか毎回違う死に方してて楽しいな。エドワード・魔導王ですね私は。ああ、悪魔王魔導王、はいはい、面白い面白い。いいゲームだねこれ。ああ、魔導もっといけるはずだったのに、能力も手に入れたしさ。じゃあラストプレイにしましょうか。ウィリアム、ああウィリアム、王様っぽい名前です。青い方を食べてみる。なんだそれ、キノコか。地下牢で正気を失う。地下牢ってのは初めに出てきたなんか昔の王様のこと。あ、世継ぎを設ける。子供みたいっすよね。世継ぎ設けたら寿命以上にってことなのかな。研究は行き詰まっております。このまま続けてもよろしいでしょうか。はい。大火の火の手が城にも迫っています。なんか悪いことばっかり思ってるな。起きてんな。ここを守れ。下がった。兵士やばい。陛下、新しいカードが見えるよ。陛下の人生にまだ見ぬ未来が開けそうな予感。はい。新たなカードは、軽口のガイブロシの言う通り、強力な魔力が陛下に新たな未来をもたらすでしょう。こいつ魔女だよな。はい。この新しい世界には3つの秘密が潜んでいる。続けよう。偽りの幸運は地下牢にて思いがけぬ味方をもたらすでしょう。正気を失うだ。続けろ。野心に燃えるトカゲは何世代も続く平和をもたらしてくれるからもね。続けよう。命取りの宴は命取り。それでも最後は幾分愉快なものになるでしょう。さっきのやつか。なんだと？今年は事件らしい事件は何一つ起きません。兵士たちは暇を持て余しております。振る舞っちゃおうか。ちょっと兵士低いし。あれなんだ、ダメなんかい。あ、そうじゃなくて、もっと兵士のこれのパラメータは兵士に優しくするのではなく兵力を上げるっていうパラメータなのかな。穀物の値段が安すぎます。パンを値上げしてください。民悲しむけど2倍にしよう。闇と陛下に白魔術の手ほどきを差し上げましょう。お願いします。あら、でもその前に陛下にその価値があるか試させていただきます。はい。聖なる言葉でズガンドを頭部の発音で読んでみてください。ズラムをアホエプ、こっちかな。ズラムホー。あ、なんだいなんだいなんだい。陛下は自分が動物だったらなんだと思う。獅子上がるかな。獅子です。上がった。私はレディーシースコ。自然の断りと人の力の限界についてご興味ありでしたらお教えてします。図に乗るな。なんかめっちゃ下がりそうだな。上がるかな。上がった。よし、いいよ。大変です、軽口のガイブロシが王都に獅子を放ちました。獅子とか聞いてたな。町は阿鼻教官の乗ったうち兵を派遣しよう。城門閉鎖しろ。こっち下がるかもしれんけど兵下がったら困る。私はこれまでに一体何人の命を奪ったのでしょう。執行官、そなたは処刑人だ。処刑人だ。もう耐えられません。陛下、どうか退職の許可を。他に引き取り手がおらぬ。引き受け手がおらぬ。陛下、新たな教会を建設すべきです。でもお金なあ。まだ建設しようか。処刑人の仕事は私が引き継ぎましょう。医師、お前何なんだお前は。お前なんか怖いだろ。そなた医師だろ。新たに入手した新しい毒薬の効果を試したいのです。もちろん謝礼も支払いしますよ。怖い怖い。ダメ。神が傷つくことは今危ない。北部の民は迷信に惑わされ、神を敬おうとしません。もっと教会の数を増やすべきでは。教会増やしたらここも喜ぶのかな。喜ぶね。陛下にプレゼントがあるよ。右手と左手どっちがいい？おい、もらう方しかないな。上がると思う、プレゼントだから。下がんのかーい。門口の外部士は王に鳥の死骸を手渡すと規制を上げながら走り去った。あいつは何が下がっても殺してもいいかもしれんな。亡きお父上を偲ぶミサを執り行いましょう。エドワードのことかな。金下がるけどいいえ。あ、やばい、危ない。陛下、弊社の衛生状態ひどいものです。予算を割いて対策を取られている。ほら、取ろう。よし。でもお金が低い。陛下、お店を開いてもよろしいでしょうか。私が作った護符などを売りたいのです。いいですよ。教会とか、教会は魔女とか狼とか嫌いなんだな。不測の事態に備え、さらなる徴兵を行うべきです。民は下がるけど、こっちは上がる。お金が下がる。やばーい。あー、難しい。同じ結論になったな。まあ、魔女とかには出会えたのか。あー、なるほどね。いや、でも新しい何かはできなかったか、今回。やっぱ人狼なんだな。人狼可愛い顔してんだよな。処刑人マキュラですね。処刑人マキュラ。なるほど。いや、面白いですね、このゲーム。抜群に面白い。またやりたいですね。まあ、長年生きる、まあ、せめて100年生き延びたいなってのもありますし、まあ、いろんな死をね、こういうの回収するのもめちゃくちゃ好きですし、まあ、この後どんどんカードが増えたりとかもきっとあるんだろうな。いや、面白いですね、これ。特殊行事。これもなんか、年数によってあったりとかもするんでしょうか。いや、マジで面白いです、これ、レイン。ご視聴ありがとうございました。これはまたぜひ、やると思います。ちょっとね、なんか、まだ全然分かってないけど、ここはなんか覚えておいた方がいいよ、みたいな基本的なこととかね、プレイしてる人がいたら、ちょっと教えていただけてもいいかもしれませんね。何かまだ分かってないところはある。第六感っていう最強のやつ手に入れたのにもかかわらず、不測の事態で死ぬことが多いんだよな。もったいない。またやります。